工房説の永田ですくさびびとと書いて説と呼びますまた材料の方を紹介していくんですけどもちょっとその前に、まあ、3月から便座礼ケ内さんのイベントで3月中旬過ぎですね、えー、と神戸の長沢文具センターさんでのイベントがあります、まあ、そのイベントに対して、まあ、今一生懸命作っている最中ですが何の材を持っていくんですか何の材を削ってるんですか みたいな質問が多いですえっ、ー、とまあ1月入ってから結構ね買ってきた材料を紹介しておりますそのうち結構大,大体の材料は紹介したやつは持っていく予定でおりますそしてまあ昨年からまあ仕込んであるやつもありますし何を持って,てるんだろうって気になる方は昨年の僕のイベントの動画を見ていただくと 大体のものが8割くらいね同じものだと思いますのでできれば、あのー、そちらの方の動画を見ていただいてあ工房切断ってイベントあこういうふうにやってるんだなあこういう才があるんだなと調べていただければ幸いでございますはいでまああとはそうですね何本持っていくんですか黒柿何本あるんですかマーブルトン何本ですか 日曜日何本残ってますか日曜日黒柿は買えますかとかっていう質問も数多くくるんですけどもえっと何本持ってるか本当にね直前じゃないと分かりませんはいで日曜日に残ってるかどうかも土曜日のお客様次第ですので僕では分かりませんまあなのでまあお答えできる範囲でしかちょっとお答えできませんけどまあ お答え難しいかなって思う質問はできればやめていただければありがたいですはいまあそんな感じで今映ってるのはまだまだ全然気取りしてなくてまあ買ってきた材料なんですけども、まあ、この辺は個展ぐらいかなちょっと3月のイベントにはもうちょっと間に合わないのでもう3月のイベント分はね まあこんなふうに気取りしていって、ずっと干してて、まあこの辺はなんとか間に合う、穴開けて、もうすぐ仕込みますので、間に合うと思うんですけど、今からのやつは、まあこういうペンブランクにして、まだ1ヶ月ぐらい置いておきます。なので、3月は間に合いませんけど、お展の方を持っていきますので、まあちょっと見ていただければなと思いますま。ピンクアイボリーですね。 ちょっと木が入っている。色もすごくいいので、ちょっと買ってきております。で、下がサーペーリーですね。この辺はコーンプロットにもなりますね。で、その下がココボロ。まあ、こんなふうに島が入っております。もうこっちは多分僕使わないので、この辺、こういう木取りをしていきますね。はい。メキシコのやつですね。今、こういう明るい色なんですけども、どん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 。 本当に真っ黒っていうくらいの紫。うん、紫だね。うん。そのように変わってきます。でも1年、2年じゃないですね。やっぱまあ結構長い年月をかけて順番に変わっていきます。でも割かし早い方かな。1、2年経つと、あこんなに変わったな。こんなに明るくなかったぞっていうぐらいにはなりますね。はい。で、まあ黒柿も、まあ、こんな感じ。まあちょっと 特まあ、こういうのも。はい。たまーにこうやって出てきます。まあ、この辺は乾いてるのですぐ仕込めますね。まあ、本当に高いですよ。うん。でもね、もうあった時は、もう高くでもいいからちょうだいって言わないと。っていうぐらい、ま、ずーっと声をおかけしておいて探してきてもらってます。はい。そして、マーブルウッドですね。まあ、ちょっと。 節がいたりとか、その周り、こういう木が出ております。面白そうなので、いっぺん、ちょっとどういう風に取ろうかな、迷ってますけど、ね。はい。まあ、こっちも下もそうですね。はいで。こっちは工具のところ。まあでも、周りによう虫食っておりますわ。はい。もう腐っちゃってる感じですね。はい。まあ、この辺何本か取れます。 まあ本当にマーブルウッドもね、数がなくなってきて。まあ1。春のイベントはね、なんとか1イベント5本ずつぐらいは出していこうかな。5本から。まあペンシル、ペンアゼで10本ぐらいっていうところでしょうか。まあそれぐらいは出していきます。もう秋のイベントはね、出せるかどうかはもう全くわかりません。まあそれぐらいもうマーブルウッドってないんですよ。ただ僕がないだけであって、他の作家さんは持ってらっしゃるのかな はい、なのでまあ欲しい方は他の作家さんに頼むのもよろしいのかなと思いますそしてカーリンの項目ですねまあこっちは明るい色の項ああ分かりますこういう傷どうしてもねあるんですよなので気取りしててねまあもちろんないところでも取れたりもしますけど入ってきちゃうんですよね最近はあんまり気にしずもう入ったら入ったで 全部気取りをしてしまって、後でアウトレットとして出すっていうような感じになっておりますので、もう今、本当にいいとこだけを取って気取りしている、ちょっと余裕がないので、もう仮にの場合はアウトレットが出てきてもいいと思って、僕、今、仕込みをしてますので、またこいつらもアウトレットも含め出てきます。あちょうどいい。うん、アウトレットですね、えー、っと、お店のイベントでは僕、持っていきません。 アウトレットを持っていくのは個展です。まあ、個展とかペンショーですね。あのお会計が公募せ設直でやるイベントですね。はい、あのアウトレット持ってきますよってイベントの時必ず言います。でお店の中、取引店舗さんです、ね、でのイベントではもう持って行きませんのであの、お問い合わせないように、えっと、僕の方にも来ておりますし、お店の方にも来ております。 えと持っていきませんのでよろしくお願いいたします。そしてバーズアイメープルが、まあ、ここに4枚あるんですけども、なかなか。なんかね昨年から、ね、バーズアイメープルが、ね、手に入る。なので今年の春は、ね、バーズアイメープル多めです。よければ。そしてです、ね、しまくはちょっとチみミがチリチリ見えるのがあります。糸チみ。ミ。 まあ、濃くはないんですけど、薄くチラッチラッチラッと。厚みが厚いんでね。ちょっとコンプロット。4はきついかな。2だったらいけるかな。2は何個か取って、残りをペンにしていこうかなと思いますけど、こっちしか出ないんですよね。もうこの辺ぐらいになってくると出てないので、まあ、どうかなっていう感じでございます。そしてもう一個、カーリンですね。はい。いいですね。 カリン論争ありますねマカ。マカとかマーカーとかって言われる明るいカリン。そうそう。この子ですね。はいまあ、タイとかそちらの方で、まあ、こっちは多分インドネシアなんですけど、まあ、ホンカリンって書いてあるんですけど、はい、ただね、ホンカリンの中でもね種類がいっぱいあるんですよ。細かくって 濃い赤がすごく濃いやつがホンカリンっていうんですけどこれ色わりかし薄いんですよなので下手したらマカと間違えるぐらいの色の薄さでもね質がねこっちとこっちでは違うんですよねでまあこうやってホンカリンって書いてあればホンカリンかなと皆さん思いだと思うんですけどまあホンカリンでもとして大丈夫だとは思うんですけどもホンカリンの中 まあインドネシアから出てくるカリンのコブには何種類も種類があります。でそれはね、すごく見分けがつきにくいものがありますね。だから、ホンカリンとかマカとかじゃなくて、僕の場合は、木がいいか悪いかでしか判断しません。ホンカリンと書いてあってでも、僕、ペンにするとホンカリンって言いません。カリンのコブ木、まあ、それが高級素材なのか。 とってもいいやつでちょっとお値段高くするのかアウトレットなのか木があんまり乗らなくてスタンダードになっちゃうとかっていうような僕の場合は木のレベルでしか判断をしておりませんはい本家にくださいとかマーカーくださいとかっていうのではちょっとできませんあのその時できた次第になりますはいいい材ですまあでも白ね取れるかどうかかな傷まあどうしてもね やっぱり周りは割れますね虫も食います傷もいますまあこの辺だと木乗らないですしうーんねっケロするの楽しいんですけどはいまあこんな感じではーい今年もめっちゃくちゃ材料買っておりますはいまあ頑張って作っていきます そしてね、えっ、ー、とまあリクエストがメール多いんですけどもリクエスト僕聞けないんですよねそうでリクエストされたものを作って持っていくではなくて工房説はこうやって自分で見つけてきた際いいなって思う材を見つけてきてそれをペンにして 皆さんに見てもらうそして気に入ったら買っていただくっていうスタイルの僕は作家活動をしております、はいまあ、野原工芸さんをはじめオーダーメイドで何の材を作りますよっていうような感じであの頼まれたものを作るっていう作家さんスタイルも当然ありますが工房施設はそうじゃありません、まあ、そのためねちょっとリクエストね何々作って持ってきてくださいっていうメール多々あるんですけども ちょっとお答えできませんまあとってもね不親切って言われたらそれまでかもしれませんけどこの辺はね本当に作家さんそれぞれだと思うんですよねそれはペンを作ってる作家さんじゃなくって作家さん分野広いですいろんな分野の作家さんがいていろんなスタイルがあると思うんですよねもう僕公募説はもうそれをまあ18年以上 まあ、ペンを作り始めて20年以上にもたつんですけどもずっとそういう風に作ってきているんですなのでそのスタイルを変えるつもりはありませんお客様から言われて作るのではなく僕が作りたいって思ったものを作るそういう作家タイプなのでまあその代わり、まあ、僕が選びますので「セツワールド」まあ、この文句のこと「セツワールド」って勝手に僕は言ってるんですけど本当に変わったものいいもの面白いもの 希少なものを含めて作っていきますのでまたイベントに来ていただければと思います。でもちろんねお店の方にもイベント後納品していきます。またその後ねイベントに来れないお客様ねお店の方に行っていただければと思います。ネットショップで販売してくれるところもあります。なのでまあネットショップの場合写真だけの判断になるかと思いますがなるべくいいものを作っていきますのでまた。 よろしくお願いいたしますはいというわけで頑張って作っていきます